それでは次の質問を受けます。2番目の方。北海道新聞の土田と申します。枝野さんの冒頭の発言の中で、仕分けについて、相当絞り込んでいるというお話がありました。はい、4月下旬ということですが、4月今日から、スタートしまして、大体下旬というのは、大体いつ頃なのか、あと、こう事業数でいうと大体どれぐらいの規模になりそうなのかという、現時点の見通しをお聞きしたいのが1点、それと繰り返しのお聞きになるのかもしれませんが、やはり第1弾 の、 昨年11月 の、 その、かなり膨らんだその概算要求をやはりこう削り込んでいくという部分の事業仕分けと、今回 の、 事業仕分けの第2弾のですね、やっぱりこう性格の違い、枝野さんがこう意図しているところ、つまりその長期的なこう制度再改革につなげていくんだというようなところなのかなと思うんですが、今一度この、性格の違いなどについてお考えをお聞かせ願いますでしょうか。はい、1点目は、20日過ぎぐらいからになると、今最終的な詰め、場所との関係で最終的な詰めをしています。そう遠くない時期に、日にちと場所を報告できるんじゃないかという状況です。もう20日以降の28日までの間のどこかというところに絞り込まれております。で、事業数なんですが、逆に言うとそれが最後まで決まらないんだと言ってまして、どこまで具体的に申し上げていいのかわからないんですが、例えば独立行政法人の場合ですと、一つの独立行政法人で多数の事業をやっているんですね。で、例えば実は今日も検討会で議論の中であったのは、ここは問題がありそうだということで、5つあるうちの4つぐらいの事業を取り上げましょうと言っている。そうすると残っている1つも一応取り上げておかないといけないのかなとか、逆にこう事業が10も20も30もあるようなところは細かく見ると。そういうところを全部やるとなったら、これとても時間がないけど、どういう抽出の仕方をしようか。で、その前者の方の5つ目はものすごい短い時間で実は結論が出る話なので、だけど逆に後者の方は、10、20ある同じような種類のものを代表選手として議論するから1つもだけものすごい時間がかかる。そういうのの どの種類のものがどれぐらいやらなきゃならないかということの組み合わせで実は事業の数が決まってくるということになるので、実は最終段階までなかなか見えてこないということです。前に申し上げたとおり、コマースというかですね、やる物理的な時間と場所の話として、前回は3班体制でありましたが、今回は2班体制になるのかなと。それから前段4月中が、おそらく4日間になるかなと、5日か4日かという線ですが、4日か5日ぐらいで、前回の若干反省で、皆取材される皆さんもそうだったと思いますが、やってる仕分け人の方も相当消耗激しかったので、もうちょっと1日の量を減らさないと、その分密度を上げた方がいいのかなということが、そういう範囲の中で何事業できるかということを調整するということです。それから今回の前回との違いと含めて言うと、前回もいわゆる予告状を通すということで、事業仕分けはサンプリング調査みたいなものですから、全部をやることは物理的に不可能。ただなかなかそうは言っても予告し通すのが困難な部分もあり、それが反省で、それを踏まえて今回は行政事業レビューという形で、各省にの内部でできることはやってもらおうということを一つ進めているわけです。そしてもう一つは、もう初めから横口を通すということを前提にして、対象を少し限定して行おうと。で、その結果としてやはり一番問題の多そうな、国民的な関心も高そうなところからということで、独房と公益方針を従って、そこで出てくる金額ではなくて、そこでの議論を踏まえて、もちろんその結果、こんな事業をやってること自体が問題だっていうのは、去年もやった事業仕分けとほぼ同じような意味で、これで切られる部分もそれなりに出てくる。何らかの形でその手の事業は必要なんだけど、今の制度では非常に効率が悪いとか、無駄が多いという部分について、事業仕分けを踏まえて、の議論を踏まえて、
独法についても公益法人についても何らかの制度改革の提案と実現につなげていこうと、こう考えています。少なくとも独法については相当大胆な抜本的な制度改革の提案につなげられるという見込みのもとに今進めています。公益法人についてはまだ非常に多様性があるものですから、一律にできるところはどこまであるのかということを、事業仕分けの対象のセレクトの段階でもうちょっと議論検討がいるかな。それでは約束の時間が迫ってまいりました。最後の1問、はい、どうぞ。フリーランスの横浜道義と申します。来週4月の5日と6日にですね、自民党も、政策棚卸し事業仕分けというのを、予定しています。これは民主党が正規として確立したマニフェスト関連予算案に切り込みますという大文句で、消費者委員会の運営経費や営店事務の適切な運営、それから高速無料化社会実験、子ども手当などなどを対象にして行われる予定です。この結果が出た場合にですね、大臣は何らかの参考にされるお考えというのはございますでしょうか。私が聞いている話だと、いわゆる事業仕分け的なことをなされる部分と、今のような政策評価みたいな話をする部分とは、事業仕分けではない性格的な部分が両方なされるということだというふうに聞いています。で、少なくともその事業仕分けを行う部分、つまり過去の事業の実績に基づいてそれを仕分けをするという部分については一定の参考にする余地はあるんだろうなというふうに思っています。で、まだやってない政策、これからやる政策について、いいとか悪いとかっていうのはまさにそれは事業仕分けと全然関係ない各党の政策判断の分野であるので、それはそれぞれの党がそれぞれ政策検討するとも何も変わらないというふうに思っています。さらに付け加えてもう一言言えば、消費者委員会についてはまだ事実上ほとんど動き出してなくて、でなおかつこれ超党派で確か全党一致で作ったものについて何を議論するんだろうなって非常に不思議に思いますけど。それでは本当の最後にさせていただきます。一番後ろの方から。